これで730円ないぜ。怖い感じ。ないぞ。これ730円ないぞ、これ。すご。はいさい。はいさい。今日は、なんか結構話聞く蕎麦屋さんがあって、はい、名前を聞く蕎麦屋。こちらに来ました。こちらです、はい。裕次郎そば屋さんですね。あの上の看板が今ちょっと、あの薄れてるけど、下の方は、ね、書いて裕次郎そば屋さん。多分これ老舗かもしれんな、ね、長そうだよね。結構はい、うん、結構茶壇の人から名前は聞いてて、うん、上等だよ上等だよ。すごいな、パンチ。さすがだな。いやもうこの場所を見つけれたっていうのはすごい。いろんな人からヒントをもらってました。ヒントもらってた。はい、じゃあちょっと早速中に入ってみますか、はい。店内ですね、はい、いろんな人のサインもありますね。プロ野球選手のサインもいっぱい。プロ野球選手、昔の選手で、塩崎。すごいな、裕次郎。裕次郎ってほら、ほんとだ、裕次郎かっこいいね。ちょっと席の方行きますか、じゃあ。はいはい、セルフで電話を取れるんですけど、はい、夜間があるってのがやっぱいいですね。すごいっすね。まぁ、あ、じゃあお茶がいいですか、水で。水で、あ、入れますよ、336さん。あ、ありがとう。お茶キーパーがありますね、麦茶。そして水もありますね。336さん、水、お茶、麦茶で。こういう暑い日の麦茶はいいよね、体に染みますからね。こちらがメニューですね。いい感じ、はい、いっぱいあるんじゃん。このメニューがあって、まあ蕎麦、裕次郎蕎麦、いいっすね。かまぼこも軟骨も入ってるってこと。すごいね。三枚肉、かまぼこ、軟骨で、軟骨ソーキそば、本ソーキそば、もやしそば。もやしそばいいっすね。スペシャルセット、なんかスペシャルセットの量が結構すごいらしくて、うん、はい、ラーメンもあるよ、そばだけじゃなくて。本当だ、ラーメンもある。チキン唐揚げもあるの。待って、ポークチキンそばって。ポークチキンそばやばいな。裏もあるのかな。お、裏もある。定食、定食、中華丼とかチャーハンセット、焼きそばセット、あ、天ぷらとかいい、あ、唐揚げ、いなりもあるんだね。結構メニュー豊富っすね。ねえ、これパンチどれくらいいい。いや、スペシャルセット行こうかな。あ、いいですね、スペシャル。 A セットかな、 A セット、A セット。唐揚げ4個か、これ食べきれないんじゃない。むしろレディースセットでもいいぐらいだけどな。レディースセットもあの結構レディースセットも結構量あるだろこれ。アイスティーゼリー付きってレディースセット。じゃあ僕は、まあ、お蕎麦屋さんなんで、はい、裕次郎蕎麦行きましょうかね。はい、はい、じゃあ注文しますか。はい、はい、すごいな、蕎麦屋さんでこのなんていうの、ね、A セット、B セット、C セットって、うん、結構珍しいね。で、ラーメンもある。ラーメンある。しかも自家製麺って。ラーメン、うん、すごくない。蕎麦もラーメンも自家製麺。石原裕次郎を見たら毎回思い出す後輩がいるんですよ、うん、名前が西原裕次郎なんですよ。あ、これイジラエルか。はい、これはイジラエルでしょ。ショータニーと、うん、ショータニーが結構可愛がってる子で、うん、いつもなんか見るたびに石原裕次郎の話してちょっと嫌そうな顔されるっていう。あ、すごい住所1の11の11。お、そう。すごい、全部1やし。ね、あ、しかも1989年からってことは昭和64年、っていうことは平成元年。平成元年か。すごいね。3363は俺、ここより2個上。おお、シジャーだった、裕次郎。俺も裕次郎ちょっといじれるかも。来ました、はい、裕次郎そば大ですね。三沢六さん、はい、一つ言っていいですか。いいですか。絶対美味しい。お前も気づいたか。大丈夫です。さすがに気づいたか。俺も思ったけどな。で、これなんとこの大きさで、はい、730円。マジっすか。やばくない。出汁いいですか。はい、いただきます。あ、くつろびですね。めっちゃうまい。最高っすね。これやばいな。これうまいな。これ自家製麺。自家製麺。うん。
めちゃくちゃコチがある、コチがすごい、うん、結構薄いから柔らかいのかなと思ったら、はい、めっちゃコチがある、すごい、うん、あ、うまいな、三枚肉もね、うん、パンチ、三枚肉死ぬ前のビビるぐらいうまい、そして軟骨、やばい、軟骨柔らかいぞ、プリプリ、いただきます、これ730円ないぞ、これ730円ないぞ、これすごい、しかも大で730円、うん、うまい、うますぎる、そしてパンチのも来ましたね、パンチのがこちら、はい、A ランチ、これで1100円、え、そば、あれ、そば、ほぼ友情のそばなんだけど、そば、ほんとだ、すごい、これは大変、いやもう我が人生に食いはなしっていう感じですね、食いないだろこれ、裕次郎といえば、うん、我が人生に食いはなしですから、ね、スープからいただきます、うん、わあっさり、うん、カツオ系好きな人絶対好き、そう俺はカツオ好きだよ、じゃあ麺の方気になるんだよ、はい、うん、もちもち、うん、やばいな、うん、週一で通いそう、ね、軟骨早期、うん、プルプルなんですよこれも、うん、とんでもないよ、味付き危ないねこれ、うん、全部甘いから、やばい、そばに夢中になった、そうそう、僕は A ランチなんすよ、はい、うわあっくっ、うまっ、美味しい、このボリュームすごいよな、これ、大体こういうセットについてるそばってお椀だけど、どんぶりさ、うん、すごいな、なんか、何がメインかわからない、うん、天ぷらもね、チキン、うん、サラダまでついてますからね、今でこそ750円だけど、うん、1989年、いくらだったのか、うん、500円とかじゃないかな、うん、昔はうまいな、うまい、これですよ、もう今日夜ご飯いらないな、いらないね、ボリューミーだなこれ、うん、マジか、カツオベースだから、うん、さっぱりしてて、うまい、もうそば食ったの、そばは飲み物、死に早い死に早い、もうそば食ってるよ、家の近くじゃなくてよかった、うん、近くなったら毎日だ、毎日来る、うん、完食しました、お疲れ様でした、やばい、すごい、お腹いっぱいだね、スープ飲めない、うん、お腹いっぱいだった、お腹いっぱい、ボリューミーだったね、ボリューミー、じゃあ満腹な状態ですか、はい、ちょっと会計して外に行きますか、はい、はい、はい、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、いや満腹ですね、やばい、コスパ最大級の超いいコスパ、うん、はい、ナイスコスパです、逆にこの値段でやっていけるってのがすごいですね、確かに、かなりの企業努力だったりとか、はい、そのすごい美味しい味だったので、ね、あの地元の方に愛されてるっていうあの理由がわかりますね、はい、お腹いっぱいすぎて、ね、頭ぼーっとして、うん、血糖値上がってきてね、はい、はい、ということで今回は裕次郎そばに来てみたでした、ご視聴ありがとうございます、ありがとうございました。